赤田千香子さん。あ、赤田さん来た。来た来た。こんばんは。ちょっとお邪魔します。いや、よかっ赤田さん。たですよ。よいしょ。アルトさんだけたら大丈夫かなと思ってたんですけどういうことですか？大丈夫でしょう？どう考えても。ど。何なんですか？もいや、有名人やもんね。いや、ちょっと、そうね。赤田さんね。全員ですいや、よ、アもルうト、ほぼ。いや、アルトさんはすごいですけど、それはもう赤いやい田さや、んってそんいなころとんない。な赤ね、田さんね、いろんなとこに今、ね、出まくってますよ。そうなんです。出たがりなんですよ、出たがり。出たがり。いや、ちょっとね、僕らを引き上げてもらいたいなと思ってね。何をおっしゃいますやら。どこに？よなんか、く言うよ、全く。NHK かな？ NHK？ なんかね、ちょっと 違う。絡ましてイーもテらっレ？てね。イーテレイーテレか。出たい。イーテレ出イーたテい。レ最近お呼びかかんないですよ、私も。そうよね。なんか最近だって出てないよね。そう。実は一個企画はポシャってますよ、間に。そうなんですか。いや、あんまそんなん言うそうなの。た。そう。いやいやいや。いやいや、まあまあ、ね。内緒ですよ。いや、でも、ジェンダー問題とかでよくいろんな朝日とかにも出てはりましたもんね。まあ、たまにそういうこともね、ありますよね。いや、すごいなと思って。いや、なんか仕事頼みやすいんでしょ。いや、それがいいですよね。いや、ほいそれほいほ羨いま出るしいかでら、すはいはよ。いっつって、はいはい出ますよ、はいはいっつって。いや、それはありがたいんちゃうの？向こうからすればね。まあ、そういう人でありたいっす。断らない人みたいな。3日あり前まにす頼ね。まれても笑顔で行くみたいな。断らない人。いや、でもそういうの、でも、大切、批判されましたけど、大切でしょうね、断らないっていうのは、内閣大広切報やからね。は。批判されましたけど。飲みに行くとこと？飲み会は断らない。飲み飲会みは会全は部断断らない。りますよ。飲み会は断るんです飲ね。み会は断るしかないみたいな。何それ、感染症対策で、ね、それもあるし、もともと飲まないので。お畑さん飲まないんで意外でしょ？これみんなに言われるんですけど。大酒飲みみたいな顔してるじゃないですか。そう、そうそう、いまあ、や、そうそうっていうか、いや、そんなね、なんか、いや、お僕い。どっちも思うけど、僕どっちも思うよ。すごい飲みそうやなとも思うけど、なんかこう、ぱっと見ね、池内沙織さんと一緒で、結構小柄じゃないですか。そうでだすかね。らそんなに身長は低い。そうです飲ね。まない感じもするんですよ。だからどっなるちほも思うんですど。けどね。コーラで泥酔っていう珍しいタイプなんで。そうなんや。いや、でも僕もそうですよ。わ、ほんいまや、です僕か。も、コーラおで泥酔す酒るん飲んですでか。る人と話してて、だったらジュース飲んでても、僕もなんか酔っ払ったような感じになるんですよ。そう。ちゃそうんとなんや。明け方に血のり足で帰りますよ。いや、おかしいでしょ。いや、僕、全然おかしいでしょ、普通。ウィーとか言って。僕も全然飲めないですもん。酔っ払った感で帰るんや。そう。で、自分の車の前来たら、シュッてシラフに戻って、お疲れ様でした、みたいな。いや、楽しいね。いいね。だって酔わへんのでしょ？そう、酔酔っわてないもで酔っす。ちゃうよね。安上がり。すおいません。金安いし。キアさん。キアさんが久々に来てくれたっていうんで、すいません、ここだけの。ありがとうございます。もう、本当に。いや、お世話になってますんこんばで。んは。いや、こんどうばんは。も。皆さん、こんばんは。いや、意外と、いや、すいません。今日、なんか、そんな盛り上がらへんかなと思ってたんですけど、いや、びっくりしました。ひどい。いや、赤田さんが来てくれたから大丈夫ですよ。びっくりしましたね。いや、びっくりしました。えらいフランクですもんね、赤田さんっフランて、クです。どこでもなんかコラボ入るって言われたら、はーいって言って入りますよ。そうなんですか。まあ、でも授業こずっとやっれ、てますしね。喋りすぎやしね、大体一人で。今、あんツな、イキャスでやってはるんですよね、授業ね。今でもやっ授業てる。の時期じゃないんですけど、そう、今だから何、放雑課談配信。放課後もやってるもんね。放課後配信ね。放課後全ライブか然なと思う。授業終わってるのに、放課終わ後りに。の時間が長い。まあ、和田さんも一緒ですけどね。
雑談の時間が長い。あるあるある。あ、そうなんや。最初1時間が雑談で、で、資本論やったら、その後、また終わりも、ま、品も、1時間ぐらい別に喋ってるっていうね。ちょっとそれ喋りすぎで、なかなか、ね、体力使うんちゃうかなと思うんですけど。そう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 。そう。なかなか喋るの好きなんですか？ 6 時間とか間違えてやってたりする。6時間？アホでしょう。6時間。何を6時間や、喋ってるんですか、6時間。喋ってますよ、ずっと。それ一人で？一人で。え、飯田さんとじゃないの？飯田さんとの時もありますけど。下半身ゼミナールとかやってますよね。下半身の方がそんなに長くならないですね。下半身ゼミナール。そう、下半身ゼミナールってやってるんですよ。そう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 。下半身の話を主にしようっていう日は日曜日なんですよ。ほう。でもそんなに下半身の話してない気がするねんけど。すいません、努力します。いや、あの、授業の中での方が結構下半身の話してる気がするね。そうですよ、この前とか、今週の土曜日も、ね、もう絶対下半身特集やるんで、一人で。え、そうなんですか？そうですよ、今週はもう性教育をやるってことで、ガッツリ。ああ、そう、性教育の話をされてはるんですね、この下半身。性教育から下ネタまでですよ、くだらない。あ、な、下ネタ。そうそう、なんもないのに、あの、性器の名称を連呼してたりしますからね。それ、あの、E テレではできませんね。あ、そう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 。ちょっとね、あの、テレビとか YouTube とかでは、それなりにおとなしくしてますよ。E テレでやってほしいですけどね、そういう会に呼ぶように言っときますわ。多分でもね、共産党の京都府議会の人も、そんなこと喋ってると思ってないでしょうね。まあ、誰が聞いてるか知らないんで。あ、でも可能性はあるで、聞いてるかも。ありますよ、そうですよ。ね。はい。すごいですね。ねえ、こう。いやいやいや、僕嬉しいですよね。いや、すでに盛り上がってるっていうかね、なんか。こうしてはる。赤田さんのこれアイコンなんですか、これ、ひょっとして。これそうです、これかわいいでしょう。いや、かわいいっすね、これ。そう、これあの、ゲームのイラストレーターの人に書いてもらって。うん、そうなんですよ。そうなんですよ。やっぱ野口さんっていう人に。いや絶対本職の人が書いてんねやろうなと思った。そうなんですよ、ね、本職の人が書いてくれました。すごいうまいですもんね、これね。最近パパさんのね、あの国会議員の数々の絵もなかなかすごいよね。いろんな人の絵を描いて。あ、僕の。そう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 、あ、僕のね、ありがとうございます。うん、あ、似顔絵のね、うん。そうそうそう。サララさんもいる。あ、サララさんも。サララさんも、こんばんは。そう。こんばんは。ね、京都でね、あの、お会いして、うん、あの、そうそう、あるね、なかなか、やっぱコロナとかもあってね、なかなかもう、ね、お会いすることが難しくなってるんでね、今もね。そうですよ、どこにも行きにくいって。ね、行きにくいですよ。うん、いやでも元気でよかったですよ。いや、アルトさんも元気そうでね。よかったよかった。いや、まあ、みんな元気。生きてます。うん、生きてます。大事大事。なんとか生きてるだけで十分です。まあ、いやいや、生きてるだけで最近そう丸儲けとか生きて。うん。本当なんかね、こう、生きてるだけでね、やっぱこの、なんていう、長く、ねえ、こういろんなもの乗り越えてきてるっていうことやと思うんでね。特にこの1年そうですよね、本当。まあそうね、苦しい思いねしてる方も、まあ、いてはると思うんですけども、それでもなんとかねここまで来てるっていう、まあ普通に働いてる人結構テレワークやしね、週1やったり週2やったり、結構東京の人、そういう人聞きますよ、今でも、テレワーク。テレワーク。まあ、だって東京だけなんかね、なんとか宣言、東京だけちゃうけど、東京とその周辺だけ、あの緊急事態宣言ですもんね、まだ。まあ、千葉がちょっと多いしね。まあ、東京も、で、まあ、東京も実際には、そうそう、あ、そうそう、だから実際、あの、検査数が結構、右往左往してるから、若干減りつつあるじゃないですか。だから、どれぐらい本当に数字がね、あの、そうなのか、分かりにくいですよね。そうですよね、もう。そう。
いや、今日も東京もね、300人、279人とかなんか、そう、増えてるんですよ、若干ね。そう、先週はまだ少なかったんですかな。今週多くなってる。300人前後でね、止まってる感じするんで。そう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 。そうなんですよ。で、神奈川は若干少なめに見えてるんですよね。で、千葉が多めに見えてて、まあどうすんのかなみたいな話になったけど、だって東京に来たらみんな東京ごったにぐらい人いますからね。東京に来てるから。だから東京が解除したら、それはもう神奈川も増えるし、あの、千葉ももっと増えるし、埼玉ももっと増えるしになっちゃうから、それはまあね、あの、1都3県は一緒に動かざるを得ないと思いますよ。それは。もともと人が多いですからね、東京っていうイメージの。そうそうそう、まあ、大阪も多いけど。多すぎるんですよ。大阪も多いけど、大阪の、東京すごいっすね。大阪の3倍ぐらい行きますよ。火じゃないよね。そう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 。だからね。全然違う、もう。だから、最近密にならへんようにあんまり人がいなくなってるはずでも、あの、都心には結構人いますからね。だから、まあでも東京結構早くみんな閉まるから、あの、人がいなくなる時間は早いですよ、今は。ああ、そうか。店が閉まるから。大体8時とかに閉まるでしょ？だから、もう、あの、誰もね、どこの店に行かれへんよね、基本的には。なるほど。で、東京も真っ暗な感じですか？その8時以降っていうのは。いや、場所によると思うけど、でもやっぱりやりにくいでしょ。やっててもだって、ね、あの、ちょっと、なんかいろいろ言われたりとかするでしょ、嫌な感じで。だから、やられる、まあ、ね。うるさいでしょうかね。そう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 。ね。いや、大阪もほんまなんか、イオンとかね、8時以降になったら真っ暗になってるんでね、店、飲食店閉まって。そうなの？あれ、イオンとかはやってんじゃないの？いやいや、今はもう解除されたからやってるんですけど、いや、それまで、はあはあ、時短営業の時は、はあ、ほんまね、暗い感じでね。そうなんや。あの雰囲気がちょっと辛いなっていうか、まあ、気の毒やなと思いま、ってましたよ、ずっと見てて。まあ、休まなあかんようになってるお店の方がかわいそうだね。やっぱり。そうそう、だって、そんなにね、その、お金もまともに出てないとこも多いですよね。なんかトランプかなんかやってるんですかね、こう、パタ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 やってる。うちの犬に、あの、おやつをあげた。レン君？あらららら。あ、レン君。レン君もね、あ、でも、アルトさんが、ちょっと家にいてくれて嬉しいんちゃいます、アルト。レン君。いや、もう難しいとこですよ。あの、うちの犬は、まあ、なんとかなってるかなと思いますけど、他のとこの人、ね、家庭とか聞いてみると、やっぱりこう、あんまりずっといると、不安分離症みたいに、こう、いなくなった時の気持ちが、その、何あの、収拾つかなくなったりとかっていう子もいるんですよ、犬は。まあ、猫もいるかもしれんけど。猫は割と自分が手で動くから大丈夫かもしれんけど、そう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 。だから、ペットもね、難しいとこなんですよね。この間、だから、なんか、アメリカとかだと、その、保護犬とか保護猫とかがだいぶ減って、みんなこう、なんていうかな、こう、そういう癒しを求めて、あの、そういう引き取りをね、すごいするようになって、だから、あの、保護犬とか保護猫とかの、あの、センターとかからね、あの、だいぶ猫や犬が消えたって話になって、まあ、それは良かったかもしれないんですけど、まあ、でもなかなかね、あの、それだけで済まへんよね。だってみんなまたね、テレワークも解除されて普通に働きに行く可能性だってあるわけだから、確かに、まあそれに慣れちゃうとなかなかね、難しいところだっていう感じもするけど。なるほど。いやね、まあ、レン君とも会いたいんですけどね、僕も。うちの犬 ね、あのね、ポポンさんすごいね、こう可愛がってくれて、なんか私散歩に連れて行きましたよね。京都、赤田さんが。そう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 。なんか赤田さんが、そう、赤田さんが散歩に連れててくれてたんよね。そう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 。うちの犬はね。なぜか。私とあのポポンさんが京都に行って喋った時に、ほら、あの倉林さんと喋ったじゃないですかね。あ、倉林さん。あの時、そうそう。あの時あの赤田さんがいたのを覚えてます？覚えてないのかな。
そうだ、なんかできたばっかりの建物になんか犬連れてきたんかいってなんかなってる人がいて、それでじゃあおっちゃんが散歩連れて行ったろみたいな感じになって、でなぜかこう、そう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 、そっか、あ、めっちゃあの時も赤田さん行ってはったよね。そう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 、そうですそうですよ、調査委員会、そうそうそう、調査委員会の最初、そうそう、去年2日連続やったんかなあれね。そうそう、だからツイキャスもやったけど、そうじゃなくて前の、あの倉林さんと喋った時に言い張ったんですよ、赤田さんは。ああ、そっか、ちょっとちょっとどういうことですか、あの時はまだ赤田さんおとなしかったって言われてるんやけど。だからおとなしかった、おとなしかったっけな、まだ猫かぶってたんですか、ね、それはまあちょっと なんともはや、あんまり喋ってなかったもんな、あの時ね。なんていうかな、いや、でも、あれでしょ、京都の、その、何やったっけ、委員会のなんかでは喋ったんちゃうかったっけ、あ、前で喋らへんかったのかな、平坂さんとか、喋ったのは。いや、喋って、なんかね、川本町とはんと、そうそうそう、喋って、なんか、みんなで喋ったりとかもしてたし、いやでも確かになんか、まあ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 、まだまだまだなんかちょっとこう様子伺ってたんですよ。そう言われれば確かに。だって、まあ、相良さんとかも すごいですもんね。みんなこう、なんかこう、つわもの揃いみたいな人ばっかりなんで。一言言いたい人しかおらんからね。みんな一言言いたいみたいなね。そう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 。そういう。一言で済むかこらみたいな。そう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 。あの千尋さんが書いてある、そう、あの京都府委員会で新ビル訪問した時の話、そうそう、そこに行った時に、実は赤田さんは、うちの犬を連れてった時に、赤田さんが散歩、赤田さんとそれからね、あの京都府委員会のだ誰かが、散歩に連れてってくれてたんですよ。そう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 、私が単に犬を構いたかったっていう。僕がいなかった時にね、若干、人の犬を強奪して、対応してくれて。そう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 。ありがたい、連れ去るっていう、うん、自分の犬のように散歩に連れていくっていう、こう変な遊びですね。いやいや、まあ、ありがたい。まあ、可愛かったな。ああ、ね、可愛いですもんね、レン君。いや、レン君はほんま可愛いなっていうね。いい、うん、黒柴のね、レン君。もう、本当に。そうそう、思い出しましたわ。そうそう、赤田さん、そう、散歩連れて行ってくれはったなと思って。そう、ほんで、私がいないときに、倉林さんとポポさんが微妙に盛り上がってたんですよね、もうね。ああ、そうかもしれない。いやいや、さっきに喋ってたんですよ、なんか。まあ、あの人もすごい喋りはる人やからね、倉林さん。そうそうそう、倉林さんもそんなに喋る人だと思ってなかったよ、私も。いや、全然思ってなかったよ。ほんま、うん、まあ、こんなん言ったらまたね、怒られるかもしれない。ほんますごい、普通のおばちゃんみたいな感じで喋ってくれはるから、すごい喋りやすいですね、みたいなって言ってたんですよ。そんなに盛り上がってると奥はつゆ知らず、戻ってきたら割とこう打ち解けてはって、うん、あ、そうなんやって思って。ね。で、初めて見たんでね。いや、僕感動しましたもん。いや、倉林さんで、いや、そんな、こんな方やったんやと思って初めて知って、いや、まあ、もっとこういうとこ、あの京都の共産党出さなあかんでっていうふうに言ってたんですよね、アルトさんとかね。せっかくね、自宅な人柄やのにね、あんまりそんなに伝わってないよねみたいなね。確かに。でも国会議員の人ってなんかね、こういろんな人喋らせてもらったけど、うん、国会議員の人って大体喋ったらめちゃめちゃ面白い人ばっかりですよね。あ、そうですか。いや、まあそうですよね。まあ、清水忠さんもそうやし、その田村智子さんとかね、まあ、木田佳子さんもそうですけど、田村智子さんも、ああ、そうね。だいぶ喋ったよ ね。田村さんもね。和田さんとポポンさんと。いや、最初は1時間じゃ、いや、だからそんなに出てなかったです。30分ぐらいかな、みたいな話をしてて。うん、で、1時間声でも喋ってたもんね、実際ね。あるある。そうそうそう。いや、それがもうほんまね、いや、ほんま、田村さんもすごく喋りやすい人でしたよ、そういえば。なんかそう、喋りやすいね。喋りやすかったね。あ、桜を見る会のね、前の時やったんですけど、そうそう。
そう、まだね。それが今やね、もう桜を見る。政策委員長。政策委員長ですもん。あ、そうそうそう。いやもう国会の花ですよ。花って言ってあかんのかもしれないけど、なんか、スターですよ、スター。今日もね、スタースター大活躍な感じで。やばかった、今日も。まあ、タムトモだけが救いでしたよ、今日の国会なんて。ああ、そうなんだ。今日何言ってたん、ちょっと教えてもらったら、今日何やってたんですか、タムさん。タムラトモさん。タムトモさん、今日はね、うん、結構長い時間質問したはって、まず最初にコロナのこと言うたはって、医療関係のこと言ってましたよね、コロナのね。そうそうそう。でコロナの話から、その医療の弱体化をどんどん進めてしまったことをどう考えてるのかっていうのと、うん、まあ、消費税使って病床を減らしてるのはどないなことやみたいな話をしたはって、そっから夫婦別姓の話に行って、それから、あ、そうなんや、そこ聞いてないんですよ。そこまで気づかへんかったから、この時間で。なるほど、なるほど。そこからね、女性の非正規雇用の話に行かはって。もうやったんや。そう。かなり幅広く扱ってはりました。あ、だから私のこと言ってくれたんや、みたいなこと言ってはった女性がいるっていうのは、そういうことなんやね。そう。なんかね、しかももう本当に質問は素晴らしいねんけど、うん、相変わらず答えがクソで。田村厚生労働大臣から、まあ、ね、最悪やね、同じ田村やのにね、本当にね。そうそう、だから今日タムタム対決やったのに、そうそう、ムカムカするわ。いい田村と悪い田村がですね、これ。そう。本当に。で、なんかね、その女が非正規雇用を選んできたのは女が悪いみたいなこと言ったんですよ。うん、そんなこと言ったんですか？いや、マジでクソ。うん、それでもう本当、こっちはもう、その時たまたま私、スーパーにいて、ツイキャスでイヤホンを耳に突っ込みながら、こう、たまたま聞いてたら、なんかもう、うどをね、こう、買おうと思って、うどへし折りそうになりましたよね。この野郎っつって。いやいや、ダメダメ。ダメダメ、ツイキャスした。ダメダメ。ダメダメ。いや、まあ、落ち着きたい。折りそうな気持ちはわかる。気持ちはわかる。いや、でもほんまにね、もう女をバカにしすぎと思って、なんかその、バスガイドさんの話とかもいろいろしたはったんですけど、非正規雇用しかなくなったみたいな話を、なんかでもね、そしたら職業訓練に通えばいいんじゃないみたいな感じで言うんですよ。お前みたいな、専門職舐めすぎやろみたいな感じになって、そう、ほんと腹立ちましたね。いや今日なんか NHK のね、なんか意識なんかの調査か知りませんけど、そのもう生理用品買うのも大変やみたいなね、うん、なんかそう、それニュースになりましたよね。あれ衝撃、ね、学生さんの調査で、そう、生理用品を買うのに困ったことがありますかって言ったら、かなりの数の子が困ってて、生理用品って必需品ですよ、生活のっていうか、人生のっていうか、そやのにそれに買うお金ないって、もうひどいなと思って。そんな大変なんやと思って。学生さんは大変ですよね、本当今。まあだってね、あの店とかやってる、あのフードバンクとかなんかね、その動きがみんな、ね、あの江東区でもこの間やってて、あのすごい利用者がいっぱいいてですね、だからそんなにいるんやってね、やってなかったからさ、江東区ではね、まだだから、いや、あったらこんなに来るんやっていうのはちょっと思いましたよ。うん、そんなみんな困ってんやなって。食プロでも生理用品、あの置いてる食プロあって、あ、でやっぱり、そうすぐなくなるっていうのはあちこちから聞きましたね。へえ。トイレットペーパー並みのいるもんだから。そうなん。そうです。それも買うのが大変だ。いや、そう、僕はあんま分かんないですけど、いやでもそうでしょ。僕も分からへんけど。男の人も痔の時は使うらしいですよ。あ、へえ。そうなん。でまあ、そうか、そういう話聞いたことある。マジっすか。字には気をつけた方がいいっすよ、ほんと。いや確かに僕も他人事じゃないんでね。そうそう、お二人が多い人は、あーっていうのはようありますもんね。やばいやばい。ようあるそれは知らんけど。あ、そう。いや、まあ、僕結構トイレでずっとスマホ見てたりとかするんで、それがあかんのやろなと思うんですけど。あ、やばそう、それは。あ、うん、あ、医者に怒られるやつや。長時間おったらよくないですよね、あんまりね。座ってるのが長いのよくないんでしょうね。そうなんですよ、ね。よくないんですよね。うん、まあでも、やすいんで。普通仕事してる人、結構デスクワークの人ってずっと座ってますよ。そうですよ、だから。そうですよね。うん。そうそう、結構悪くしちゃダメですよ。8時間とか、9時間とか。うん、ってますよ。立ち上がらなければ、いろんな意味で。まあ、まあね、ずっと、ね、座ってたらあかんよっていう話にね。そう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 。
立ち上がろうと。そう、立ち上がろう、いろんな意味で。いろんな意味で。いやいや、ほんまに。いやいや、そんだけ大変なんですよね、この丸川さんみたいなのがおったりとか。それなんかちらっと、今日田村智子さんのね、なんかその、夫婦別姓のこととかもなんか、そうそうそう、完全に読んでないのに出てくる丸川さん。え、出てきたの？出てきましたよ。そうで、田村智に追い返されてた。シャシャリ出てた。出てきた。シャシャリ出てた。何しに出てきた？そう。いや、何しに出てきたのかはわからないね。わからないね。わからない。なんか、あの、トンチンカンな答弁して、田村智にお前じゃないって言われてです。お前じゃないって言われた。そう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 。まあね、あの読んでないって。丸川さんに聞いてませんみたいな感じでバシって言われて、シューって変えていいかな。ロボットみたいですよね、あの人。なんか表情とか動きとか。なんかね、自分だけ旧姓使って選挙出て、なんか反対や言ってるのよ、わからんない。いや、だから、あれよ、だって大臣になってさ、なんか名前をね、違うのを書かないといけない、違和感がとかって、お前が違和感がとか言うやったら、他の人も認めろよって感じやねんけど、なんでね、自分だけ使うのはさ、なんか、あの旧姓使ってよくて、他の人ダメなんやって、意味わからへん。そう、なんか彼女の理屈としては、なんかその大臣になって署名するのも、うん、最初は、うん、戸籍名を書かないといけなかったんやけど、それはお願いしたら通称で良くなったから、うん、だから通称使用でいいじゃないっていうのが彼女の理屈なんですよ。自分だけでしょっていうね。なんかそう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 、ね、お前なっていう感じでしたよ。なんか全体的に何を言うとるんやっていう。自分さえ受ければいいっていえば、あのそんな自己正義ですよね。そう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 、ずっとね。うん、ね、いや、だからそんなんがね、そん一般の会社は確かにダメだよね。そんなばっかりやねん。そうなんですか。そうそう、うん、え、何が、うん、え、会社、あ、会社社会、うん、会社、うん、会社はダメなの、うん、一般の会社通称使用なんかできへんでしょ。だってあの本名で呼ばれちゃうでしょ。いや、そりゃそうですよ。私ほら、あの一般の会社とかと縁のない人生やから。ああ、赤田さん、お寿司屋さんとか働いたことあるみたいやけど。そう、寿司屋はね、寿司屋はそもそも名前なんて呼ばれませんし、で大学はね、寿司屋さんで働いてた。すごい、ね。そうですよ。握りませんよ、言うとけど。よく握るのって顔見て言われるけど、違う。握ってほしいわ。結構です。下手くそやからいいです。っていうか、あの巻き寿司作ってほしい。巻き寿司なんてできないっすよ、あんな高度なことを。なんでやねん。そう、だから大学とかは通称は結構普通にあの使えるし、大学はね。そう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 。で、私の特にあの国立大学は全部アウトらしいんですけど、私の最初に勤めた大学、美術大学だったので、あの漫画家さんとかが先生なんですよ。あ、でそうなるともうペンネーム当たり前なので、まあそうだよね、届けですらいらなかった、笑けましたね、なんか。へえ。私、ひらがなで行きますとか言ったら、はいはいみたいな感じで、それで終わった。あ、そうや、やった全部ひらがなの名前で使ってはりますもんね、赤田さん、ね。そうなんですよ、今もね。あ、そうです。ひらがなでずっと言ってて、はい。うん、だから、まあ、美大は行けましたね。でも、普通はダメとはよく言われますね。あ、陽子さん、学校の先生は通知よりを認めてもらえないことで裁判したけど負けたと。そういうのもあるんです、ね、すごいですよね、裁判で負けるっていうのも。なんでなんやっていうね。私が何を名乗ろうとお前に何の関係があるのかっていう話なんですけどね。まあそうや、俺の言う通り呼べ以上っていう感じで。いやお前名前ね、もうたくさんコメントありがとうございますね。なんか、うん、このね、別姓の話はみんな言いたいことがいっぱいありますからね。やるでしょうね、これ。いや、そうね、キラさんとかもそうですね。あ、そうか、そうか。もう、キラさんとかも、あの、キラさんの名前を、松島さんが名乗ってというか、そのね、キラさんの名前にしたから、松島さんと呼ばれなくなったわけです、うん、基本的にね。でも政治家やから一応通称しようとして松島さんって呼ばれるけど、何かあった時には全部キラーがついて回るわけですよ。まあ、あ別に、なんていうかな、まあ、キラーが嫌なわけじゃないと思うけど、でも松島で名乗れないのはおかしいっていう話だよね、やっぱりね。だって自分の名前そうやったわけやから。
そうなんですよ。嫌とかいいとかじゃなくてっていう話なんですよね。こんなにめんどくさいことになるのみたいなね。全て面倒くさいっていうのはあるでしょうね、これね、いろいろ。いちいち変更とかしないといけませんからね、離婚とかね、そうですよね、うん、離婚したらまたね、元全部戻して、まあ、戻さない選択肢もあるし、戻さない人もいますけどね、名前だけは。ああ、まあ、うん、あそれともね、いやだからやっぱり変えなあかんでしょって思うんますよね、こう選べるようにしてくれっていうのがなぜこんなにも難しいのか全然わかんないですね。選択的ですからね、そう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 、強制して別姓にしろ言ってますから、そう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 、強制して別姓にしろ言ってないからね。そうなんですよね、そう、そうなんですよね。選べるようにしろって言ってるだけなんですよね、これね。そうそう、だから同性婚とかも実は一緒で、なんか、はい、今の人と別れて全員同性と結婚してくださいって一言も言ってませんから、どんな仲やねんって感じ。そうそうそう、だからやりたいやつはやればいいっていうだけの話やのに、それができないんですよね。なんで人のことまでね、何一緒にしないといけないというか、やってはいけないことにしちゃうんですかね。ねえ、それね、鬱陶しいですよね、なんか。家族、家庭がなんとかって丸川さん言ってたような、なんか気しますね、なんかその理由。そう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 、なんかね、日本の家族間のなんとかを揺るがすからっていうのが決まり文句で、菅さんもよく言ってますけど、なんか家族間のために人はのことはどうでもいいらしい。いいけど、てめえの家族間なんか知るかよ。丸川さんのところは名前が違う形やから、家庭不和ってことですかね。へえ、そういうことじゃないの。なんなんでしょう、ね、と思っちゃうけどね。あ、でもなんか丸川さんはそれは昨日、うん、福島みずほさんの時の答弁で、うん、なんか言ってたよね、うん、そうそうそう、なんかすごいややこしかったんですよ。私は、うん、丸川ではありませんってなんか言うてはりましたよ。は、あ、だからなんか大塚なんですね。そうそう、プライベートでの私は大塚ですみたいなこと、大塚かなんか忘れましたけど、うん、言うなんか教鞭してはった、うんうん、でなんか何人かいました。だから、ま、丸川珠代と大塚珠代と、うん、なんか詩人のとか政治家のとか大臣のとか、なんか何種類もいるみたいですよ、あの人。なんやそれ、さすがアンドロイドやなと思って、5台ぐらいあるんですよ。アンドロイド、アンドロイド。まあ、テレ朝の時はね、なんかちゃんとしてんのかなと思ったら、こんな人やったんやっていう。そうそう、僕もテレ朝の時はね、こんな人だと思ってなくって、その後選挙かな、うん、なんかで喋ってるの見たときに、うわ、こんな、なんか、なんか、もう本当にね、右の人やったんやとかってよくわかりましたね。完全に保守。すごい。なんか、いや、なんかもうなんか、あれ、そんでそこらの自民党と違いますよ。あの人。あ、そうなんですか。マジか。うん。そんな、うん、そんなにあれ。そういう人やから、あれだけ頑張れるんですよ。そういうふうに。だってそんなんね、だから今時自民党だって別に全員選択的夫婦別姓とかダメやっていうふうに思ってませんからね。うん、そりゃそうでしょう。そう、だって支持者の方から言われるわけやから。あー、なるほどね。だから支持者から言われると、そうね、そういう人が多いところではさ、若干こうそれに傾くじゃないですか。だけど、確かに確かに、そう、そうでない人たちが何十人かですから、うん、だるいわ。そう、最悪なんですよ、うん、いやもう、本当あんな人やと思わんかった。へえ、うん、テレ朝で見えた時にはそんなこと思ってなかったけど、いやこんなんなんやと。ちょっとね、いやもうびっく驚きました。こんな人やったの、ね。なんかオリンピックのことだけやってりゃいいのにね、なんで男女共同参画もやるんやろう。そうそう、いや、ほんで他にいるでしょ。どっちも資質が疑われるって、ね、そう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 、どっちもどっちもあかんやろって思いますよね、普通に。だって五輪憲章から言ったときにさ、男女平等ってジェンダー平等とかいう話になる、そもそもなって、ほんで、森さんがね、どうなんて話になったっていうのもあるわけでしょ、うん、で、変わったのにさ、大臣あれでいいの。そうそう、てか、オリンピックもなんかもう、
何を言っているどうんだっなるんていうですか。話でしかない感じがしいてや、次て、々と辞退してますもんね。そう、笑けますよね、あれ。あれも何なんでしょうかね、次々辞退してるっていうのは。辞なん退か、リレー。それはだってもう出たくないからでしょ。もう、だってみんまあ、な割とね、辞退反す対るしのがてるよ。リレーになってるってのはいいですね。そ辞うそう。退方さんが聖火ね。辞退リレー。辞ああ。あ退リレー。次は辞退リすレーごだい。みたいな。いやでもなんか今辞退した方が目立ちますよね。絶対ニュースになるし。そうだ、毎日ニュースになってますもんね、これね、そうそうそうなんそう。やかんや言っても。正でも、直やなんべかしてる誰よ。が出るか知らなかったな。ので、辞退して初めてわかるみたいな。あ、そうか、確かにね。この人予いや、定渡やったんやっ辺て思いま徹すとかね。そう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 、はへえは、みたいな。確かに。そうそう、日程が合わなかったってみんな言って、日程っていやないんや、だみたいな。別にさ、日程合わすんじゃん、普通ね。そう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 。そう。あ、すごい、お茶爆が来た。お茶箱ありがとうございりまがす。とうございます。ちょっと、鈴鳴らしておきます。ありがとうございます。すごい、お茶箱来たら鈴鳴るんや。鈴鳴らすんや。お茶箱赤来田たさんのら。ところも、赤田さんのところもやったときもやっとかな。うちも 鈴なんか川鳴のらさ本ない。なら。そうそう。で、そう、大ツイキャ変や。スの時には、こう、鈴確か鳴に。る。ぜひ、なんかいろいろね、なんか来たら考えといたらいいかもしれませんね。ほんまですね。ね、渡辺徹さんっていうのがびっくりしましたね。こんな人もやるんやっていそう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 。てか、聖火え、リあレーっれ、て何なんていう。そんなにまともに走る感じだったんでしたっけね、あれっえ、て。絶対違うでしょ、そん聖火なん。リレーって。違うの？え、なんあんか、まり、なんていうかな、どれチぐャらいラッの距離とと。か知らないんですよ。チャラッと始あ、めまあ、ただけ僕でもす。全然知らんす。だってあんなガチまあ、そ走んりなでなんか、絶対できなそうな人が辞退してたじゃまあ、ないですか、みんな。お相撲さんとかね、相撲相撲さんさはん意無外理とや走ろるうんじゃとないね。か。走うん。るんですか？いやー、だってお相体撲さの人でしょ、ん。あの人たちは。いやいや、お腕相撲力さんが。やばいんちゃう？でも。やばいんかな。いや、だって、いやだ、フルマラ体ソンとか脂肪じゃ率とないんでか。しょ？え、体脂肪体率脂肪実は率めっとちゃか。低いって聞きません？彼ら。低いの？であも、れなんかお相ガ撲チガさんチに低鍛いえんたです結果やという話がを聞いたことがあそうるなようんな。や。知りませんけど。糖尿病じゃなかったかしらって言われてる。そうそう、だからコロナとかで、そのあ、持そう病があか。るとまずいから、そあ、れはそう避けでたす方よがいいんではっていう話と、確かまあ、アスリートはやっぱり基本的にコロナは絶対かかれないですからね。だってかに。かったら、ね、心肺機能が落ちますもんそうね。そうそうそう、落ちるでしょ。だって、そもそああ、もそっか、そうですよね。体がね、ダメになる可能性があるわけですよ。だから絶対みんな、かからないよりは頑張ってはると思うんですけど、それで世界から人を集めて本当に五輪やんのかなみたいな。ちょっと本当によくわからへん。みんなで病気になったらどうすんのみたいな無観客、無選手っていうオリンピックを提案したいですよね、もね。無選ど、手 そう、新しいでしょ。無選手。新しすぎるグラな。ンドを移すだけみたいなね。そう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 、ずっと旗とかがこうパタ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 パパタタとパか言っタって、こうて、それだけっていう、ひらめいてる感じ？そうそうそう、深夜のテレビみはためたいいなて。感じで、誰も映らへん、無観客、無選手の歴史に残るオリンピックですよ。歴史にそれははそれ残るで、ね。うん、残るでしょ。面白いかもしれませんね。残るね。いやいや、てか、誰が解説するの？なんか安倍さんとかが解説マリなオし。の格好とかして、なんかこう、バーンって舞台に出出ててくきんたの？ら、マジ誰もいなくて、で、なんかこう、キョロキョロってして、てへって笑うので、それで開会式ですよ。ほら、できましたよ、もう開会式の案が。そっからもう無観客、無選手の試合いがやい始や、まるんですよ。それでええんでしょ。安倍さん今でええ日はと思バいスまケッすけトど。ボールの日やな、みたいな感じで、ボールだけが映ってるみたいな。いや、ほボら。ール、誰が投げるの？いや、誰も投げないんですよ。誰も投ボげールない。がこう、床にポンって置いてあるんですよ。そうそうそそうれそう。見て、で、なんか、何？エアー、何？試合みたいなのを思い浮かべるのになる。昔の華やかだった頃のオリンピックのことをみんなで思い出すんですよ。それが今何？年のオリンピック全で部す。VTR かなんか。いや、もうそれもそういうのも一切なしでも、たなだボし、ールが映なっし。てる床映っの上てにだポンっけ？て。そう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 。かっこいい。ああ。いや何？
バレーの試合はバレーボールが映されてるだけ？そうそうそう、水泳の試合は水泳が水面が映ってるんです。プールがずっと映ってたの。そう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 。斬新すぎるわ。でしょう。なんかお金もそんなにかからなさそうやし、よくないですか？それ流してるだけやったらかいいからでへんすと思ね。うけど。みんな見ますよ。いや、本当に見る。意外と見るかも意しれ外と見ますよ。ない。何？意プ外ールと。の水面だけ見続けんの？ そう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 。なかな誰もか、ほらコロナにかからへんし。かからへんね。よかっ確かに。たかかねっりようがて。ないよね。そう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 。コロナ、ウィズコロナのオリンピックですよ。ウィズコロナ。いや、おもろい、おもろい。赤かさん、面白いね、お前ね。ちょっと、これ YouTube に使わせてもらいましょうか。どうぞ。すいません。暴言しか吐いてない。やべえ。無観客、無選手の未来のオリンピックを。あ、未来すぎるわ。うん、面白すぎるね、雪丸まさんね。もう、いや、だってほら、朝顔とか言ってまたじゃないですか、前。やっぱほら、ずっと面白いですよ、国の言ってることの方が。あの、熱中症対策は朝顔を植えて、水をまいて、冷房をかけて、ドアを開けましょうとか言ってたじゃないですか。バカ全部やればいいかと思いましたよね。いや、すごいですよね、あの、もう、本当に。頭悪いよね。小学生とかが考えることですよね、なんかあの、冷蔵庫開けといたら部屋涼しなるんちゃうみたいな。そう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 。あらへんわ、言うて。そんなわけないやん。お母さんにめっちゃ怒られるやつ。そうそう。腐るやろ、ものが、言うて。うん。何それって、ほんま。そうそう、みんな打ち水のこと思い出した方がいい。え、なんて、なんかかぶるんちゃうかって、帽子かなんかかぶるんちゃう。そうそうそう、傘みたいな、傘みたいな帽子みたいなのをかぶって、ね、みんなでそれでかぶって、そう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 、暑かったらそれでみたいな。いやいや、40度とかそれ無理やから。そう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 ただで使う人をね、何の保証も最初ね、言わへんかったわけですよ。そうですね。そんなね、いつ倒れるか分からへんのに、ボランティアの人だってね。で、まあもうずっと今、最近、辞退し始めたのは、ボランティアの人から先ですよね、そう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 、そう、辞退して当たり前やしな、そんな。もうできへんと思うよね。いや、そうですよ。ボランティアが全くいなくなってやんのかみたいな。いや、橋本聖子さんになっても減ってるんですよね。なんか辞退してる人は増えてるんですね、辞退。あ、そう。もう止まんないでしょ。戻ってくんのかなと思ったら。いや、戻ってこない。いやいや、いやいや、だって、なんかあっても誰も責任取ってくれませんよとか、もちろん一定の保証はね、なんかつけたとか言ってるんですけど、でも、新型コロナになる可能性だってなくないわけでしょ。そんなとこ行きたくないよね。しかもなんかね、これ皆さん思い出していただきたいんですけど、日本医師会がこの状況ではオリンピックには協力一切できないっていう声明を前出したことがあるんですよ。え、そうなん？あ、そうなん？そうそうそう、だから医者を派遣できませんっていうのを言ってはって。いや、でも基本なんていうかな、今回のね、なんか感染者ゼロにするオリンピックは医師会とかの全部の協力があってみたいなことを計画してたと思いますけど。そうだから断られてましたよ、それ。断られたんや。そうそう、医師会。いや、じゃあできへんや、できへんや。そうなんですよ、だからどうすんのかなって思って。すごかったですよ、医療関係者の募集、ボランティア募集も見ましたけど、なんかね、何年以上の経験がある人、なんとかの資格がある人で、何日間の研修が受けれて、それで期間内に何時間以上働ける人、ボランティアですみたいな募集やって、はいはいはいみたいな感じになってて、え、ボランティアみたいな募集を医師関係でもやってる。薬剤師かなんかにね、そういう募集が出たことがあって、このさ、みんな大変な時にさ、何でもタダで使おうとすんなよって感じなんですけど。しかもなんかね、オリンピックの薬剤師って特殊で、ドーピング関係の勉強全部やらないとダメなんですね。そう、せやのに、それもボランティア。それやらなあかんねや。そうなんですよ。え、それボランティアなの？お金払わないと。研修とかは、受けさせてあげますよ、ウフフみたいな感じやって。
なんか、舐めてんの？いや、そうだから舐めてんですって、全部。生活なんとかしろよ。そうなんですよ。ひどいな。うん、なかなそか。んなんや、通訳もボランティア。すごいよね、ど通んだ訳けボボラランンテティィアっア。貴て。重な体験、レアなお仕事とか書いてる。いや、確かにレアかもしれんけどさ。まあ、レ ア、いや。いろんな意味でレアですけどね。うん。いむちゃくちろんな意味ゃでやね。ないな。いやー、まあ、変なレアな体験したり、なんか、二度と戻ってこれへんなって困るよね。そうそう、やだ、こんなひどいそう扱いだっ初て。めてみたいな意味でレアですよね。いや、ほんまや、薬剤師ボランティア。薬剤師ボランティア。薬剤師にボあランティアとかあんねやっていうのが、もう、僕、普通のさ、なんていうかね、スタッフやったらまだわかりますよ。薬剤師でしょ？そう、薬剤師ドーなピンのグとに。か検査するかもしれへんのでしょ？そう、だいや、おどこかまでしいよのそのね。業務を担う薬剤師がなんか集められてたのか知らないですけど、なんか選手で村も、の薬剤師はそんなでしたよ、確か。おかしいよ。すごいなと思って、勇敢な、ね、オリンピックですよね、そもそも。それでやれると思ってたんや。そうそうそう。何が勇敢な？え？ああ、いや、だって、それは、森さんですから。ああ、そうか。そんな程度でしょ。君そうでな手かっ伝わしたら？てあげるよみたいな感じなんでしょうね、きっと。うるさいわ。光栄なことでしょう、みたい 家で寝てなた感いじわ、なん俺ですは。そうか。肉球神道ですからね。本当は寝ていたいっていう感じですよそうね、そう本そう、当。寝てたいんですよ。家でずっと寝てたいんですよ。そう。冷房 かそけんてなビデ感オじ。見てたいんですよ。いい、それでいい。そうそうそうそそう。んな。まあ、ひどいですね。いや、全然知らなかったさ、薬剤薬師剤の師までね、そうやっボたラン。の、もう知らんかったそわ。んなこ通とあっ訳もて薬も。剤師もさ、うん。ねえ、そう、すごいちゃ専んと門金職な払んえでよっすてが。感じやけど。そう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 。すひどいな。ごい、この通訳の話もすごいですね。通訳を派遣する会社がボランティアを断ったのに、しつこく言ってこられて困るって。たかりじゃないですか、いやい向や、こうだっも。て、だって、おかしいよね。だって、企業にお金払ってるんですよ。そうそうそうですよね。スポンサーとかもいるけど、その企業にはお金を払ってるわけですよね。利権も絡んでるわけだし、アメリカの放映権がどうとかっていう話もね、何億ドルかとかなんとかって言ってるわけじゃないですか。そうそう、ほなわなしんはでそこ戦にお金いっ払て。えへんの？そうそそうそうそう。う。ねえ、おかしいよね。まあ、バカにしてるの一言ですよね。いや、ほんでね、なんか足らんかったら、その人材派遣会社で同じことをお金出して募集するんっていうのが問題になってましたもんね、これね。そうそうそう、足らんかったらって。別に最初から雇うの普通じゃん、それ。って思うよね。わからからんんなっで、ていうね、このただ辺ので感人覚材が。派遣で埋める。邪悪って書かれおてかしい、おかしいよ。まあ、そう、そして次は大阪万博って言って。いや、大阪万博やんの？ あ、いや、無理も大阪万博っていつの予定？いつの予定？え、25年とかじ25ゃちないですゃいまか？したっけ。何？いや、まあ、やってもどうなんかなっていうね、お維金新には。とっては、何？カジノとどっちが大事なの？両方でしょ。もうカジノもできへんの？カジノもできへんの？え、カセッジトちノゃいまもす？セット？同時にはできなくなったんじゃなかったでしたっあれ、け、計そうでした画っけ？が。そのカジノの会社もなんかこう、参入コロナで難しくなったみたいなね、なんかそんな。なんかね、やめたみたいなところもありましたね、そういえばね。それ会な。社によっては。アメリカの会社。ね。いや、そりゃ、この状態でやめる気持ちもわかるけど、やめたらもう、怖いね。まあ、どっかのど会う社すがんじ名ゃ。乗り上げさせられるんでしょうね。まあ、そうかもしれませんね。いや、来る？でも、儲からへんのに来んの？いおや、だから、金、来なんない、か、来ないんじ払ゃうんないでやっすたか。ら来るんちゃう？払うんやったら来るんちゃう？どうすんねやろ税な。金もゼロで、来てくれたら誘致でお金払いますみたいな自治体やったら来るんちゃう？そんなことしかねへんとまあ、思うだんよ。だん話がおかしくなってきた。
日本でカジノやる場合は、その業者の取り分は大きいみたいなね、なんかそういう報道とかニュースありましたけどね、なんか外国と比べて、カジノ業者の取り分っていうのはすごく多いみたいですね、なんかね。まあ、なんかそんな言ってた。まあすでもごいな、当横分浜誰ももね。来おへん感じにはなるよね。そうそう横そう。浜もそうやけど。だってこのコロナ禍でさ、別に日本だけがさ、コロナで湧いてるとかじゃないからね。そう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 。本当にね。そう。まあ世界がね、大変いなこや、とになっ今、てるわそうそう、結構大変で、例えばだからね、テレワークとかさ、その家にいるっていう需要は、日本は確かにそうなってると思いますけど、世界中でなってるんですよ。で、そうすると何が起こってるかっていうと、船舶で、は、あの、コンテナとかが、足りなくなったりとかしてるんですよね。物流がいっぱい、回らなくなってるんですよ。どこもみんな必要やから。なるほどね。で、す必要なもごいのっ知ってますて、ね。必要なもんってね、だから、いろんなところで、同じように同時期に必要なんですよ。パソコンもそうでしょ。だから、確かに例えば確かに液晶そうモニね。ターとか、テレビとかすごい売れたんです、去年ね。ああ、そっで、か。家電業界とか、すごい儲かったんですよね。まあ、パソコン業界もそうだけど、家電業界も儲かったんですよ。なるだかほら、どね。家にみんないるから、テレビとか家電とかをみんな買う。だから、他にだって遊びに行けないんだから、その分だけ需要が伸びたわけですよ。で、家にずっと確かいるかに。ら。家庭での消費がいっぱい潤う。でも日本だけじゃないんですよ。だ確かかに確ら、かに。今、本当なんか半導体も足りないし、コンテナもそんな風になってるし、で、結構本当にね、まあ、高騰もしてるし、物が入ってくるのが遅くなってるし、遅かった遅かっ世た。界確か中に。で結構難しい。別にだから、ワクチンだけの話じゃないんですよ。ワクチンと冷蔵庫だけの話じゃないんですよ。そう、足りないの、それだけじゃないんです。さすがアルトさん、何でも知ってますね。すごい。なんか、ちょっとそこに感心してしまいました。全然そういうの知らなかったですいや、ニュースになってますよ。わ。なってでまも、すか？考えてみ僕たがら、知そりらんゃかっそうただでけすよね。だって、確かに。そう、でもそうでそう。すよだね、から、確かに。そう。だから、日本だけで起こってるんやったら、なんとかなるんですよ。だから、阪神大震ちゃ災うもんときね。のとそうやったけど、神戸だけとか大阪だけとかやったら、まだ地域が他にあればね、確かに。助かる部分はあるんですよ。だけど、世界中でそうで、もっとひどいところがいっぱいあると、そんな簡単にね、需要も含めて、まあ、ある種需要が減ることもあるんですけど、すごいその需要ばっかりになっちゃうところがあって、確なかかに。なかみんな入ってこないんですよね。取り合いみたいになってしまいますよね。そう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 。それはもう本当にワクチンと同じく、他のものも若干そうなってるところがあって。なるほで、ど。あと、なんかコロナで検疫があるじゃないですか。だはいから、検疫で遅れるんですよ。あ、そうそう、そうやった、そう若やった。干。何でもコロナで若干検疫が遅れる。遅れてた、遅れてた。なんか時々なんか私、サプリとか海外から買うんですけど、なんか一時期むっちゃ輸入が遅い時期ありましたわ。普段やったら1週間ぐらいで来るのに、なんか3週間ぐらいかかってた時期があった。そんな伸びるんですビか、タミン C とかです検よ、買っ疫。たん。 その、ビタミンもの C は、で。ものは何かはあまり関係ないそうんでね、すか。関係ないんですよね、つまあ、まり。そう。どこから来るかぐらいかな。イギリスからでした。イギリスからうよ。イギリスはなかなかね、ものが、ね、ちょっと遠いから、来るの遅れる感じはしますけどね。なるほどね。そう。相手国とかね、生産国で混乱してると、なかなか本当に、それが収束するまでは、今のこの状況が収まらないんじゃないかな、みたそうそう、確かに確かに。食料自給率、なんか小麦粉の生産が止まるっていう話が一時期一瞬出て、それでなんか、ってなって、ちょっとまあ、それでなんか小学校の教科書に書いてあった日本の食料自給率っていう話を思い出して、やばくないってなったことありましたね、去年。あげないとダ去メで年すね、ね、でも本当。パスタとか、どこ行っても売ってなかったりとかっあていっうのもあたありっまた、したそもんんなね、こなんかと。ね。なんでパスタこんな、ないんかなって思いましたよ、スーパーとか行って。みんな買って。
そうそう、なんとなくこう買いだめしたくなったんですよね、みんな。買いだめしたのかな、あれね。そう、そうなるね。あの、トイレットペーパーもなりましたもんね。そう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 、そうそう、特に根拠はない、ないけど買いだめしたくなるっていう。うん、そうそうそう。あれまあ、マスクはまだいる需要は分かりますけどね。そうそうそう、トイレットペーパーは、まあ、落ち着いて考えたらどう考えても関係なかったんですよね。でもなんかみんなうっかり、うっかり買っちゃった。紙あるし。そう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 。うん、生産が追いつかへんかっただけやな、とかね。あれね、生産じゃなくて、ね、物流じゃなかったですか、ほとんど。物流か。そうそうそう、トイレットペーパーって、ね、まあ、ね、ちょっと特殊な物流なんですよ、あれ。あ、そう、大きいからね。あのそうそう、重いし。置いとけない。そうそう、置いとけない。うん。そう、なんかそんなんやった、そんなんやった。かさばるから、そんないっぱい運べないみたいなね。なんかやったような。今マスク安くなるってね、良 かったですけど、ね、マスク安くなって、そうそう、それは良かったけど、まあだから今ね、あの食料品関係とかだと、食べる、その何、外食系のところのものは、におろしてたところはみんな厳しいよね。あ、そうですね。で、反対にこう、あの、家でみんな食べてるから、あの、その、そっちに回せれば、なんとか売れなくもないっていう。ただ、割と高級なお店の方が辛いよね。もともとだから生産地を限ってこれでっていうので、あの一定の飲食所に卸したとこは、その価格でそのまま売れませんから、厳しいですよね。今だってね、高級なご飯食べに行ったりとかするの大臣だけですもんね。ねえ、外食、会食ね、会食するの大臣だけですから。いやいやいや、違う違う、大臣だけじゃないですよ、官僚も。あ、官僚と大臣だけね、間違えたわ。官僚と大臣、そう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 、総務省とか、ね、そう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 、一般の人はね、誰も行かなくなっちゃったから。7万4000円のね、7万4000円とかね、そうそう、食べてみたいもんですね、うん、ねえ。いや、いいね、あのお米も送ってくれるんでしょ、なんかね、お米送りますよって言ってましたよ。あれでも本当にお米だったのかっていう話もありましたよね。ね、え、お米の中にお金が、そう、なんかインゴじゃないのかって言って、笹錦どうですか、ああ、さくらんぼもありますよみたいな。そう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 。なんかもうあれですよね、こう、時代劇に出てくる、下からこう、なんていうか、ね、一両小判がいっぱい出てくるみたいな、そんな感じですよね。完全にお前も悪よのの世界ですよね。そう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 。そんな風にしか思えませんよ。いや、すごいっすよ。それは地で行くね、あの、まさかの令和に、そんなことが。お主も悪よのようを見るとは、みたいな感じですよね。いや、そんな感じですよね。小判を引くのは江戸時代に終わったと思っていたみたいな。終わってなかった。あ、その辺、ドラマ化されないですかね。ドラマか。でもなんかそれいい、なんかあの韓国ってすごい、昔だってあれですよ、あれじゃないですか、うん、なんかあの、うん、あの独立運動ってなんて言うんですか、あのすごい政権がやばかった時から、あの民主主義になった時の映画って今いっぱい、タクシー運転手とかなんかいっぱいそういう映画出てて、うん、だから日本もいつかこの今のこの末期の頃のことが映画化されるようになったら、うん、私たちはやっと民主主義になったなっていう感じですよね。最後の頃にはこんなバカな大臣がいましたみたいな映画ができて、みんなでそれを見るっていう、それがゴールかな。じゃあ、いや確かに安倍さんの後に菅さんですしね、ほんといっぱい問題を起こしてるわけでね。、うん、まあね、あの奥さんの後は息子かみたいな。そう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 、次々と、そうそう、次々とこんな風になるわけやね。そう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 、あんなんやっちゅうね。オリンピックの映画も楽しみですよね。オリンピックの映画？そうそうそう。え、なんかオリンピックの映画誰か撮ってるでしょ今。え、撮ってる？撮ってるんですか？撮ってて、森さんの会見撮ってはりましたよ、その人。へえ。だからなんか楽しい映画がそのうちできるんじゃないですか。やっぱりほら、これ無観客、無選手ですよ。頑張ってほしいな、オリンピック。そうそう、こう川瀬直美さん。あ、川瀬がやんの。記録映画撮って、川瀬さん撮ってんねや。この前森さんの会見も、ブチギレ会見撮ってたらしいんで。
いや、いや、でもなんかすごいですね。これ後でアップしていいんですかね、うん、これね。あ、飯田さんも。いや、いいでしょう、もう全然。飯田さん来た。飯田さんが何かを発掘そして。いいんちゃう？いいんちゃう？え？何を？飯田和俊さん。あ、これこれ。福島みずほ。ああ、これね。アンドロイドたまよの。そう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 。昨日のやつ。はい、アンドロイドたまよ。あ、 この機能がもう特にアンドロイド感強くて何回も同じこと言うからさ、おいおいバグってるよって。ロボット、ロボット、うん、そうです、ね、7回連続でちゃんと質問に答えなかったってあれですね、これ。まあでもそう答えへんの結構みんな答えへんからさ。まあ、あの、それでもひどかったんや、そんなに。ああ、でももうこの笑い顔超気持ち悪い、ごめんなさい。あ、笑ってってなったかな。人の顔のことを、ね、とやかく言ってはいけないのは分かっているのだが、ごめんなさい。いやいやいや、でもあの笑いが人格現れてるよねって。そこで笑ってるっていうのがおかしいなっていう話です、ね。そうそう、これね。うん、そうですね。あんな風に笑うってね。怖い怖い。今日のあの加藤厚生労働大臣の笑いもだいぶやばかったです、ね。あー、まあね。うん。あの人でもいつもあんな感じ。いや、そう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 。もうあの人本当嫌い。もうなんか、で、ずっと意味ないこと言ってるじゃないですか。マウント取るときに笑うの。強弁するのが嫌。なんか、そう全然関係ないさ、こと言うのに、強弁するってさ、それ、ちゃんと答えてさ、喋れよっていう。そう会話が成り立たないと、そう、うん、そう成り立ってないのに俺が上みたいな喋りやでしょ。でそれがムカつくんですよね。うん、キモい。じゃあなんか国会もなんかだんだん見てるとこうこっちの語彙力が低下してて、うん、なんかこう最初の方はなんかこうそういうことは言うのはおかしいとかいろいろコメント欄に書いたりしてるんですけど、最後の方キモとか書いてて2文字なんですよ。キモとかさ、ひど、自分もひどいなって思いながらキモって書いてる自分がいて、ダメだ、偏差値下がってるみたいな。いやでもだんだんそうなりますよね。でもね、いやでも偏差値の下がる国会ってやっぱ国会としてまずいですからね、見てて。いや確かに、うん、でその後で一生懸命宮台真司の動画とか見て自分の偏差値を戻すっていう、こうダメダメ頭悪くなってる今みたいな、そういう感じですね、日々。ちょっとね、戻さなね、それも。そう理路整然としたものが見たくなって、こう理屈が通ってるみたいな、うん、国会見てると頭が崩壊していく。そう程度が低い。この人たちがね、この程度があれだから、もう質問、ね、してる方を聞いてるとまだ、うん、なんていうかな、あの心が現れるんですけど、そうですよ、答えを聞いてるとどんどんこうね、あの、うん、イライラするんですよ。そうはぁっていうのが多いですもんね。そうなんです、答えへんね、大体、ね、うん、なんでっていうね。まあ、あの大阪の維新の会見も一緒ですけどね。あ、維新の会見はやばい。あれが一番体に悪い。もうなんか、うん、いや、あれ見てたほんま、お前らアホちゃうかっていう言いたくなるようなね。言いたくなるでしょ。そう、うん、でもね、それをずっと見て、ま、あの すかさずチェックして開示請求してはる人いるんですよね、大阪。偉い、もう和田さん素敵すぎる、ほんと。和田さんとあと大阪チームの人もいますよね。さやさん、ね、偉いなと思って、いや、あれは新聞にもね載ってた人。そう、見てるだけで倒れますもん、私とか維新の会見はもう。いやいや、精神力がね、持たへんよね。そう。もうなんかね、やられる。あれ聞いてると。やられる、本当。時々絶句してこう、チーンとか。うん、静かになったりして、なめとんのかいうようなことばっかり起きてますからね、こう新の。こっちが暴言吐きたくなる気持ちしかにか、しかならない。もう本当、精神がやられる。国会の足立議員も人気ですよね、みんな。あれもね。そう、キャスで足立議員のが始まったら、みんなすっごいコメント欄が一瞬ブワーって進んで、何書くかっていうと、トイレ行ってこようとか、あ、皿洗おうとか、なんかよし休憩とか、散歩しようとか、みんな書いて、その後バーって人数が減るんですよ。ああ。そう、苦痛やから。いや、偉い、みんな偉いっすよね、ほんまね。ウォッチングしてる人たちね。うん。
まあ、あんなに下世話な喋りができるのはあの人たちだけだよねって思いますね。いや、やー、一種の芸ですよ。ほんでファクトチェックがどうとか、ファクトチェッカーとか言ってるっていうのが、笑わせるよね。そう、どの口でーってなりますよね、ほんと。ファクトチェッカー。何がファクトチェッカーや、言うね。ファクトの意味が違うんじゃないかっていう。もうほんま、いや、ほんまちょっとね、まあ、これ聞いてる人はね、同じ思いの人多いと思うんですけど、もう、まあ、維新会見キャスもツッコミが入りまくりと。そう、維いや、新のキャそうスっでしょ。て、なんか見に最初に見に行った時、なんかすごいこう大好き、なんか吉村さん超かっこいいみたいな人ばっかりおるんかなと思って見に行ったら、コメント欄結構ひどくて、よかったみたいな、誰かが頑張ってるすごいみたいな。もちろんその大好き勢もいるんですけど、大好きじゃないツッコミ勢もすごい頑張ってはって、これは偉い、業務としては偉いなと思って見てました。しんどまあね、まあ、大阪だけ特にね、やっぱ維新がね、こう強いっていうのが何なのかなっていうかね。まあ、関で、こ西のメディアですよね。間、もうそうそう、そうなんですけど、いや、ほんで、この間、岐阜の、加賀見ヶ原市っていうところで、まあ、維新が落ちたっていうね、まあ、そのことを僕喋ったら、すごいね、なんかリツイートされててね、びっくりしましたね、なんか やっぱ維新嫌いな人多いねんなと思ってね。よかった。本当によかった。もう心の底からよかったと思った。2人合わせて1410票しか取ってなかったってね、鏡いいヶ原話市、だ岐阜のの。ね。よかっで、た。どっちも よかっ落ちた。たっていうね、一地方市議選なんですけども、すごいね、関係ない。大反よ響かっでたよしかったよ、た。大反素響晴でらしたしい。素晴らしい。もうあれ聞いて本当にもうちょっとね、気分がちょっと落ち着いた。あ、そうで僕すは、か。僕はね。ちょっとありがとう。まあ、ありがとうございます。皆さん、本当ありがとうございましたってことね。いや、ほんま、急いで巨言う人言いてく出しださたい。し。ファクトチェッカー言ってんやからね、ほんまそうね。そう、そうなんですよ。だって、甘かったでなしんやっょ。ていうね。イソジンでしょ。それでさ、なんか、なめとんかって感じですよ。いや、よく、逆によく思いつくよなっていう感じですよね。イソジンいやとか。ー。ああ、何そっやってか、んみたいな。しかもあれでしょ、早速取り上げたのが一般の人のツイートでしょ。あ、そうなんファですクトか。チェッカーでね。そう、らしいですね。いいや、や、ほちょっら、とせ終か。わってるわ。一般の人を晒してみたいな感じなんですね、結局。だから、いいやや、らそれしいは、ね。なんていうかな、こう、普通の人は誰でもいろんなこと疑問に思うからね。それはなんか、こう、微妙にさ、ね、維新とかが、なんか、晒してどうこうとかって、どうやねんと思いますよね。いじめっていうかね、なんかそんな感じにもうなんか見えますよね、なんかね。なんか、だから結局ね、公と私の区別が全然ついてない人たちなんかなっていうのがね、なんかそついての、ない。あの発言のやばさも、その人に対する、なんかその、普通の人をそうやって取り上げたりしてしまうことも、なんか、公人っていう意識ないんじゃないですか？ないな。そうそう。居酒屋で喋ってる感じなんちゃう？なんかあの記者会い見となかも。なんか、お前言うイとソ嘘ジちン、イゃうんソジかン聞みくんたちゃうかなみたいな。おかしいわ。酔っ払いか。いや、ちょ、イソジン聞くんちゃうかお前のアホは治ならへまんた。でーとか言って、そうやなーとか言うてる感じの、なんかこそんう、な感じやね。そう、ノリがやばすぎる。大阪の人はちょっともうちょっとね、ちゃんと判断してほしいなと思うんですけどね、ほんそうなんですよね。大阪出身者としてつらいところですね、それは。ま。な大んで阪にいこうたなこってとるがあるか私としてな。も辛いわ。辛い。もう、なんねえ。でこんなになってんのとか思う。そうなんいでや、すもうよ。ちょっと大阪の人は、こう、計算っていうかね、もうちょっとまともなちゃうかな、みたいな思ってたのにね、っていうね。ことが多いなっていうね。そう、でも維新と新自由主義と私たちっていうのは、なんかね、結構前の、あの京都市長選挙の時も思ってたんですけど、もうすごい課題なんですよね、なんか自分の中では。なんでもで維京都って新、い、
維新ってそんなに、なんていうかな、大阪ほど侵食されてない感じがするんですけど。あのね、維新のようなものがあるんですよ、京都は。ああ。京都。あ、ね、もう一個ね。そう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 。そうみたいな。なんかね、だからその人、党首がまた維新に。に入ったか維新か出るんですかね多分。マジですか。そう。京都一区から出るみたいな話を。ちょ一区？うちやないかい。一区、ちょっとそこ手薄やった。なんかそんな話ありましたよね。やばい国会しか見てなかった今。ちょっと京都一区ちょっと。京都一区？見とこう。国田さんとこですよ。国田さんとこ。あそうそう国田さんとこに維新の維新が出る。まあ出そうやね、でも。出そうやと思うよ。あの、嫌がらせを最もしたい人たちだからね、自分が勝てんでも、なんとかするじゃん。なんかそんな自民党のために頑張るじゃん。自民党のために。そういう人たちだよね。いや、自民党もなんか、伊吹さんやったんちゃいますか、あれ、行くって。そうそう、伊吹さん。伊吹さんはもう、伊吹さんあの、そのまま行ったら伊吹さんが自公で、やっぱり勝つような、そうやね。で国田さんに一本化されたら国田さんが通るんじゃないかって言われる選挙区や。そう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 。だけど、まあ、伊吹さんもね、もう高齢やしね、なんかその。そうですよ。国会で何かをされてるのは見ませんよ。彼は全然。83歳ですか。だから、まあ、そういうのもあって次を、まあ、狙ってはるのかなみたいなね、そういうのも思ったりしたんですけど。まあ、いろんな動きがね、まあ、今年選挙もありますから。そうですよね、ちょっとねえ京都一家頑張ってほしいね、奥田さんに頑張ってほしいですね、てか頑張ります。自分の選挙区なんで頑張ります。京都一区になるんですか。そうなんですよ、私一区なんですよ。そう、北区、そう。あ、そっか、そうなんです。北区寒そうやね。寒いし寒いんですか。寒いです。だいぶあの標高がちょっと京都市内の街中よりはだいぶ標高高いんで、そう結構寒いです。え、そうなんですか。そうですよ。4度ぐらい違いますよ、真ん中らへん。え、そんな違うんすか。京都のはまあ山なんでね、基本。まあしかも盆地やしね。そう感じ悪いっていう、まあ、基本的に。寒くて暑いからもう本当勘弁してもらいたいな。寒かったですよ、だってあの京都の市長選挙の時もみんな。あ、確かに寒かったです。ほんまほんま、山の方やね、山の方や。金閣寺とかあるとこですね。そう雪かぶってるね、映像とか見ますもんね、金閣寺ね。なんかまあまあまあ、あそこまではさすがに年に1回あるかないかですけど。でもなんか今年結構寒い時にそんなに寒いっていうのをなんか明るさが言ってた気がする。そうそう、今年なんかねマイナス6度とかが最低気温やった日が何日か、ね、マイナス6度って、マイナス6度って何みたいなこと言って、ね、そうそんな本来なんでみたいな。そうなんですよ、なんでそんなに違うの、同じ日本やよねとか思って。そうちょっと寒いんですよこの辺。そんな寒くなる時あるんですよ京都でも。時々ありますよ。そうなんですよ。あ、ところですいません、私突然なんですけど、あの抜けます。ああもう、あれ、すいません。いや、すいません、突然乱入してすいません。もうお忙しいとこ。とんでもないです。また遊んでください。アップしていいんですかね。いいです、YouTube の方、はい、もうそこら中で暴言吐いてるんで好きにしてください。あ、そうですか。いや、もうこのあかんとこカットして。大丈夫、ない無観客、あの無選手のオリンピック広めたいんで。はい、よろしくお願いします。このアイコンとかも使わせてもらっていいんでしょうか。あ、大丈夫です。これ赤田さんのアイコン、これちょっとね、切り取ってうまいことしてちょっと赤田千佳子さんも喋っていただいた。いや、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあまた、また遊んでください。いや、またお願いします。また、はい、ぜひです。はい、じゃあ失礼します。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。